さあ、それでは今日の試合ハイライトで振り返っていきましょう。楽天オリックスの今日が19回戦、田中将大、八木という両投手の先発で始まって1回の表、田中将大です。ツーアウト1塁から井出穂、セカンドゴロに打ち取りました。上々の立ち上がりになります。一方の八木です。1回裏ツーアウト、バッター肘井沢三振です。この回はきっちり3人で抑えてのいいスタートでした。回は5回に入ります。田中がピンチを迎えました。ツーアウトランナーは三塁、そしてバッターボックスに安達を迎えますが、三振を取りにして取ったという、そんな投球になりました。152キロ、0点に抑えます。そして味方が点を取ってくれるこの5回裏になりますが、ワンアウト二塁、松井のヒットから始まっていますが、島内です。ヤンからタイムリー、先制のタイムリーヒットでまず松井がホームへ帰ってきました。田中に大きな1点のプレゼントになります。島内のヒットでした。なおも島内を置いて岡島のこの打球、ヤンがちょっと焦ってしまいました。これがエラーを誘ってという島内のホームです。2点が入りました。まず5回2点を先行します。田中 1.24 という防御率を考えても、まず大きな2点を先制で6回の表になります。田中点をもらった後です。糸井三振、井出穂ショートフライ、竹原センターフライということで、点をもらった後しっかり三者凡退に来て取りました。そして6回裏になります。ワンアウト二塁一塁、マギー・ヒーサーがランナー、そして松井を迎えてのこのホームランです。田中を考えても大きな一発がスリーランホームラン11号、これで一気に5対0となりました。7回の表になります。ツーアウトランナー3塁1塁、田中ピンチです。バッター平野、センターへ弾き返されました。これで1点を返されます。5対1になります。ただ俊太はサードでタッチアウト、野手が向き立てます。1点止まり、ピッチャー小松に代わっています。バッター肘沢、7回です。ランナー置いて肘沢のヒットで、1点失った後すぐに1点を取ります。6対1になりました。田中には十分な得点ということになります。そして9回です。完投ということでマウンドがあって大きな拍手を受けます。ワンアウトランナー1塁、伊藤サードゴロ、1点を失ったんですが、最後はしっかりダブルプレーで取りましたという田中、見事なこのシーズン21連勝、また記録を達成しました。今日の試合は6対2、田中のコートもあってのイーグルスの勝ちになっています。